生きていたとはな。しかしいいところに来た。解き放ってほしいんだと。
再び京を練り歩かねた。雷光もそうよ。我が気持ちようなっているというのに気に食わん。あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。藤吉郎はついに天下人へ上り、さらに多くの流血を生んでいます。無名殿の言うあやかしを滅ぼす刀、取り戻すには大量の霊石がいるとか。霊石を用いるは拙僧の案ずる道ではありますが、毒は毒をもって制すしかありますまい。藤吉郎の本拠、京の聚楽台は霊石を集めて建てた城。打って出る時が参りましたな。